委員長藤井健三君自民党国民の声の藤井健三でございますまず私は消費者行政に関する質問をさせていただきます現在消費者庁におかれましては消費者のデジタル化への対応に関する検討会この中でオンラインゲームに関するマニュアル作成の検討を今年来年の3月末をめどに論点整理をされていると聞いております ただこの検討会のメンバーを見てみますと、あの栗浜の医療センターの樋口先生など、ですね非常にもともとゲーム規制ありきの、ゲームは悪いというような論者の方々がですね非常に大きい多い状況でございます。このゲーム障害につきましては、そのゲームをやるからこう、障害が大きいのか、それとも人間関係が悪く、それでゲームに逃げてゲーム障害になるのか、因、ま、果、あ、関係がです、ね、分かってない状況でございますが、ぜ、ま、ひ、あ、ともですね、 このゲーム障害対策については、議論については、このゲーム障害対策に非常に知見が深い、シ愛ウアイ・メンタルクリニックの八木正彦先生などもおられます、八木先生は実際にこのゲーム障害対策をなされてまして、治療を、で何かと申しますと、親子関係や友人関係をきちんと改善することによって、子どもたちなどがこのゲームに逃げなくて済むようにしていくと。 いうその理由の対象をです、ね、しておられますので、ぜひこういう方々もです、ね、話を聞いていただきたいと思いますし、また同時に、後ほどご質問申し上げますけれどゲーム機産業も自主的な取り組みをいろいろされています。そういうゲーム機産業の声もです、ね、聞いていただきたいというふうに思います。そしてまた同時に、この検討会のオブザーバーに、経済産業省、ゲーム産業を所管する経済産業省もオブザーバーとして,ていただきたいと思いますが、 消費者者庁庁の見解をおお聞かせください消消費費審議官お答え申し上げます消費生活のデジタル化が進展する中、オンラインゲームに関する消費生活相談は増加傾向にあり、高額課金等の背景の一つとして、ゲーム依存の問題が指摘されていると承知しております。 消費者トラブルの防止、解決の観点から、消費者庁では、ゲーム依存が疑われる消費生活相談があった際に、医師やサポート団体に相談をつなげられるよう、消費生活相談員向けの対応マニュアルの整備に着手し、本年10月、関係者からの助言をいただくためのアドバイザー会議を開催したところでございます。ゲーム依存につきましては日頃より委員からも 当庁の取り組みに関し、ご助言いただいているところでございますが、今後の検討にあたっても、幅広い関係者のご意見も伺いつつ、関係省庁とも連携しながら進めてまいりたいというふうに考えております委員長藤末健三君。まあぜひですね、その因果関係が明確になっていない中でございますので、いろんな意見を取り入れて進めていただきたいと思います。また、あと厚生省にお聞きしたいんですけれども、厚生省が栗浜医療センターにおいて実施しています このゲーム障害の実態調査の現状はいかがでしょうか、またこの調査、科学的根拠、その因果関係を明確にするような科学的な根拠になるかどうかも、合わせてお聞きしたいと思います。お願いします厚生労働省赤澤社会援護局障害保険福祉部長。お答えいたします。 ご指摘の実態調査でございますが、国立病院機構、栗浜医療センターにおいて、ネットゲーム仕様と生活習慣等に関する実態を把握し、今後の政策決定に生かすため、昨年、10代から70代の年齢層の方を対象にアンケート調査を実施したものでございます。調査結果につきましては、現在、栗浜医療センターにおいて精査を進めており、それが終了次第できるだけ速やかに公表する予定でございます。 ご指摘の科学的因果関係の関係でございます、科学的根拠の関係でございますが、ゲームの使用時間とゲーム障害の発症との因果関係が証明されているわけではございませんが、今後とも科学的根拠の集積は重要であり、ゲーム障害のメカニズム等の解明につなげるためのさらなる研究が必要と考えております藤瀬健三君。えー、この調査は、科学的な根拠になるものではないというあの理解でよろしいでしょうか。そ でぜひです、ねあの、次にあの経済産業省にもお聞きしたいと思いますが、まあ、今あ、ゲーム業界が中心となって、ゲーム障害調査研究会を始めていただいております。でこの中でさまざまな実質的な取り組みをされていると聞いておりますけれど、この業界が得た知見も、この検討会に生かしていただきたいと思います。経済産業省の考えをお聞かせください経済産業省、小笠原大臣官房審議官。 お答え申し上げます、えー、と委員ご指摘のとおりあの、ゲーム依存の議論を行うにあたっては、科学的な根拠に基づく調査。 検討が必要であり、ゲーム業界が自主的取り組みデータさまざまな知見を生かしていくことが重要というふうに考えております。まあ、ゲーム業界におきましては、統計学、医学などの有識者による専門的調査研究、ペアレンタルコントロール機能に関する普及啓発、ゲーム開発事業者向けガイドラインの作成といった自主的取り組みが行われているというとふうに承知しております。経済産業省といたしましても、業界が自主的取り組みを通じて得た知見を政府の検討に活用することは重要と。 いうふうふに考えており、必要に応じ、業界団体に対して、こうした知見の共有など、協力を促してまいりたいというふうに考えております藤井健三君、えー、ぜひです、ね、経済産業省を進めていただきたいと思います、まあ。厚生労働省がなされているこの調査については、まあ、実態調査ということで、まあ、因果関係などが明らかになるものではなく、実態がどうあるかということを調査している。 経済産業省がゲーム業界を中心になされている調査の方うは、私が聞くところによると、1億円近い調査費をかけているということでございますんで、ぜひ因果関係をきちんとさせていただき、あの香川県がゲーム規制条例を作り、作りゲームの,その利用時間を制限するということを行ってますけれど、このように根拠がないものがです、ね、普及しないように、ぜひ進めていただき、対策を進めていただきたいと思います。で続きまして、地方創生についてご質問させていただきます。 現在、日本のアニメ産業でございますけれど、2019年で売上が2兆2000億ございます。そしてなんと、その半分である1兆円が海外の売上そして漫画については、そのコミックの売上だけで5000億円です、年間、2019年。そして海外の売上がそのうち2割で1000億円となっております。 で実際に私、漫画の作成現場や、アニメーションの作成現場に向かっているわけでございますけれど今、ほとんどその IT 化、DX 化されている、実際にこのサーバーの方に漫画の原画があり、そこにいろんなアシスタントの方がです、ね、離れてて、集まらずに離れてて漫画を作っていく、アニメを作っていくということはなされています。まあ、実際に私は受かったとところでで言いますとやはり地方の方の々もそのテレワークで こういうコンテンツの作成に参加いただいているということで、大きな産業であるとともに、地方でもこの仕事をしていただける環境があります。しかしながら一方で何があるかと申しますと、この日本のアニメや漫画のコンテンツが、海外でですね、海賊版で利用されているという状況がございます。まあ、昔あ、漫画村というのはございまして、これは政府の努力でも閉じられましたけれど、まあ、月間に1億 ペーージビューありましたでこれがあのコンテンツ海外流通促進機構の試算によりますと、月間1億ページビューで被害が3200億円ぐらいあったという状況です。で、我々のこのちょうどあの漫画議連というのがございますが、会長があの古谷衆議院議員、して,ていただいておりますが、実は我々まあ私も個人的にこの出版社やあの作家の方の話を聞きました。今あのベトナムで この海賊版サイト、アニメや漫画の海賊版サイトがあり、なんとその上位10サイトを見ますと、ベタル向けだけで月間6000万ページビューになります。で、これはあの、漫画村と同じような計算をしますと、損害額が単純に計算すると2000億円にもなるという状況になっています。われわれ、超党派の漫画議連からもです、ね、官邸に提言書を提出させていただきましたけれど、 このベトナムで相次ぎ発生します、この海賊版サイトの現状と対策について、ぜひ教えていただきたいと思います。われわれの提言の中におきましては、このアップロード対策を徹底的にやってくれということをお願いしているわけでございますが、ぜひ内閣府の見解をお聞かせください渡辺内閣府知的財産戦略推進事務局次長。お答え申し上げます。 委員ご指摘のとおり、近年、ベトナム系の海賊版サイトによる被害が急増しており、出版業界からも対策を講じるよう要望が寄せられているところでございます。本年10月には、漫画、アニメ、ゲームに関する議員連盟からも対策に関する提言がなされていると承知しております。私ども内閣府知財事務局においてては関係各省を取りままとめまして 昨年10月に公表したインターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニューおよび工程表に基づく取り組みと合わせまして、さまざまな対策を講じてきております。具体的には、文化庁においては、ベトナムとの覚書に基づいて、本年10月にベトナム文化スポーツ観光省に対して、海賊版の取締り強化を求める申し入れデータを送付いたしまして、現在、ベトナム側において調査が進められているところと認識しております。 またあの経済産業省におきましては、コンテンツ海外流通促進機構と、広告関連3団体による協議、そして海賊版サイトのリストを世界知的所有権機関、WIPO へ共有をいたしまして、広告主および広告事業者に対する情報提供を行うという取り組みを行っております。このほか、ベトナムとの間で刑事共同条約の締結に向けて交渉中であるほか、 在外交換における相談窓口の設置など取り組みが進んでいるところであります。今後も関係各省と連携をいたしましてベトナムをはじめとした海外における海賊版対策を強化してまいりたいと思います。<上>藤井健三君。ぜひ地財本部はですね関係省庁をまとめてこのベトナムの海賊版対策をやっていただきたいと思います。でその際にはぜひともですねこの過度な萎縮が生じないように。 このダウンロードユーザーによりもです、ね、アップロードをきちんと止めていく、利用者じゃなくてアップロードする人たちを止めていくことを、意識的にやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。で続きまして、またあの地域振興につきまして、同人誌即売会の支援についてご質問させていただきたいと思います。まあ、同人誌支援即売会は全国で800回以上開かれているという状況で、イベント内イベントを含めますと、年間1500回以上開催されております。これは全国で開催されているという状況です。 で私自身、このコロ,ナコロナ禍の中、コミケ、京マフコミティア、立会クーバー合同演習といったこの同人誌即売会の現場の声をいただき、またこの同人誌即売会の警備専門の会社とか、あとは机とかいのレンタル会社の話も聞いてきました。そしてネット上でこの同人誌即売会の支援について意見を募集したところ、なんと400件、400人以上の方がです、ね、声を上げていただきまして。 まあ先ほど申し上げました漫画、アニメ、ゲーム、振興、議員連盟、まあ、古谷会長のもとにです、ね、我々その漫画議連で提言書をまとめて提出、官邸に提出させていただいたところでございます。でこのように、この同人誌即売会地方にあり、そして地方から漫画家が輩出される、それがアニメやゲーム、そして映画につながっていくというエコシステムがあるわけでございますけれど、今、この同人誌即売会、この入場者数が半分に制限されています。 しかしながら実際に話を聞いてみますと、その会場費はですね、普通のままであるという状況でありまして、で本当にあの支援を行わなければ、この開催するたびにです、ね、この赤字になってしまうような状況にあっていると聞いております。で、このような地域の,その同人即売会がなくなりますと、本当に漫画家が育ってくる、このなんて裾野がですね、なくなっていくということになり,まなりかねませんので、ぜひともですね、この,この文化として、日本の文化を支える、 その同人誌即売会に対するこの文化庁の認識をお聞きしたいと思いますし、同時にその日本のカルチャーの源泉としてのこの同人誌即売会漫画やアニメについての文化庁の考え方をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。デクラ文化庁審議官、お答え申し上げます。この先生からご指摘のありましたこの同人誌即売会につきましては。 著名な漫画家の中にもこの同人活動歴のある方が多数いると承知をしておりまして、作品を発表する場としての重要な機能、これを果たしていると、私たちも認識をしているところでございますぜひですね、このコミケの再開に向けました支援、特にその会場費の減免については、同人誌即売会のみならず、さまざまなイベントやまあ展示会等においても重要だと考えます。 文化庁におきましては、本年度予算において、文化芸術活動継続支援事業があります。また経済産業省においては、来年度予算において、展示会向け支援を予定していると聞いております。まあ、ぜひ、この地方創生にもつながる同人即売会も対象として、支援をやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 またこの同人市即売会まあ、地域の振興にもつながっていると私は考えておりますがぜひ地方創生担当大臣の、ね、お考えもお聞かせていただきたいと思いますお願いします経済産業省山本商務サービス政策統括調整官お答えいたします新型コロナウイルスの影響により同人市即売会をはじめ 展示会等のイベントの多くが延期や中止を余儀なくされておりまして、大変苦しい状況にあると認識しております。経済産業省といたしましても、こうした状況も踏まえまして、展示会等のイベント主催者に対して、新たな生活様式に対応した取り組みの一部を補助する、展示会等のイベント産業高度化推進事業を令和3年度当初予算で要求しているところでございます。この予算を確保した上で、詳細な制度設計についてはしっかり検討してまいりたいと存じます。 坂本国務大臣あじゃあ先に文化庁出倉審議官お答え申し上げますあの文化庁におきましては、委員からお話になりました、この今年度の補正予算であります文化芸術活動の継,承継続支援事業におきまして、現在困難な状況にあるプロの実演会や技術スタッフ、小規模な文化芸術団体の活動の再開継続に向けた取り組みの支援を行っておりまして、この事業において、 あの同人誌即売会を含む文化芸術に関するイベント。これを開催する際の会場費等についても支援をしているところでございます。坂本国務大臣。ええ、藤井誠員及び、あの、私の地元でもございます。熊本県では、あの、多数の。 有名な漫画家を輩出しております、事務方に著名といわれる漫画家で何人ぐらいいるんだというふうに調べさせましたら、8人出てまいりました、あの熊本県を含め、えー、地方におきましても、コミックマーケットのような同、えー、人誌即売会が数多く開催されておりまして、漫画やアニメなどの裾野の拡大につながっているというふうに認識をいたしております。 このような即売会には、全国から漫画やアニメに関心を持つ人々が訪れ、活発なコミュニケーションや交流が行われるというふうに伺っておりまして、いわば文化の力による地域活性化であるというふうに思っております。このようなイベントがさらに活発になっていくように、関係各省の支援策等を通じて、しっかりと盛り上げてまいりたいというふうに思っております藤末健三君。 坂本大臣ありがとうございますこの,あの先ほど、漫画議連、超党派の漫画議連で提言書を書いたと申しましたけどやっぱりいろんな声をいただいてますとです、ね、あの今、ネットで販売するということも行われてるんですけど、やはりリアルでみんなで集まって、顔を合わせながらですねコミュニケーションをすることが大事であるという声がございます、やっぱりその中からどん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 新しい才能が生まれてくるわけでございますので、ぜひあのご指導いただきたいと思います。で続きまして、えー、ライブエンタメの支援についてお聞きしたいと思います。 私、地方を回ってますと、このコロナ禍の中において、入場制限やあとネット配信などにより、地方のライブハウスとか劇場がです、ね、もうえ経営できないんだという声をです、ね、実際に聞かせていただいてますで。何が起きるかと申しますと、地方の,そのライブハウスとか劇場はそんなに数多くありません。そして一度廃業してしまうと、また再開するのは非常に難しいという状況でございまして、もし地方でそのライブハウスや劇場がなくなったとすると、 まあ地域からこう出てくるミュージシャンの活動の場とか、あとはもう、アクターとかあの演劇をする方々などの活動の場がなくなってしまうということになります。ぜひとも、ね、GoTo イベントというものに今、支えていただいてはいるものの、この GoTo イベントは、直接的にはそのイベントに参加する方への支援であります。ですから、何をやるかと申しますと、今、劇場やライブハウス、このイベントさえも行えないんですよと。 ですから GoTo イベントでは支えられないという状況でございますんで、ぜひです、ね、このイベントを作れるように、そのイベントを作る人を直接支援してほしいと思いますが、いかがでしょうか。文化庁出倉審議官お答え申し上げます。 あの先ほども答弁させていただきましたあの文化庁の文化芸術活動の継続支援事業、これにおきましては、先生の関心でありますと、この地域を問うことなく、このライブハウスや劇場を含む小規模事業者を行う文化芸術活動の再開継続に向けたさまざまな取り組みへの支援を行っておりまして、全国各地の事業者からもすでに申請をいただいているところでございます。ままたこの事業につきましては現在 事業実施期間を令和3年2月28日まで延長をいたしまして、新規募集を11月25日から12月11日まで行っております。まずは私たち、この本事業の迅速な執行、これに努めてまいりたいと思ってございます。併せてあのけ、この後経済産業省からもお話があるかもしれませんが、あの経済産業省ともしっかり連携をしてです、ね、あの文化芸術関係者をしっかり支援してまいりたいというふうに考えてございます以上です。 経済産業省、小笠原大臣官房審議官。先生ご指摘の、小規模事業者を含めまして、文化芸術分野の公演に関わる事業者の再起を支援し、日本発のコンテンツの海外低下を促進するため、経済産業省では令和2年度補正予算におきまして、コンテンツグローバル需要創出促進事業補助金、通称、j ロードライブというふうに呼んでおりますが、それにおきまして、国内で開催した音楽、 演劇等のライブ公演及び当該公演を海外に発信するプロモーションの支援を行っております。まあ状況につきましては刻一刻で変化をしております。まあ引き続き文化庁さんとも連携しながら、まあ事業者の皆様の状況を丁寧に把握し。必要な対策をスピード感を持って打てるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。藤沢健三君。ええー、ぜひですね、両省庁連携して進めていただきたいと思います。また特にあの文化芸術継続。 文化芸術活動継続支援事業については、この非常に大きなです、ね、期待の声を聞いております。しかしながら一方で、この申請に関して手続きがです、ね、あの煩雑であったり、頭を採択するのに時間がかかるということをです、ね、実際にもネット上でもいろいろ意見をいただいている状況であります。ぜひ文化庁としても今後、この今回の事業によるさまざまな意見を踏まえていただき、支援策の検討を行いです、ね、よりその事業者、申請者にとって使いやすい支援策を まあ実施してもらいたいと思いますがいかがでしょうか。文化庁デクラ審議官、お答え申し上げます。あのこの文化芸術活動の継続支援事業につきましては。 先生からお話ししましたように、事業者から申請手続きを行うことにまあ苦慮していると、このようなご意見があることも、私ども、集中しております。まあ、このため、これまでに申請の参考となるモデル例のさらなる追加や、審査のポイントを明示 Q&A の充実などのウェブサイトの充実、これを図るとともに、事務体制の増員や事務処理の見直し等により、業務の効率化と処理速度の向上に努めているところでございます。あの 藤井先生におかれましても何度も現場の声を文化庁に届けていただいておりまして大変感謝を申し上げます先生からいただいた現場の声も含めまして文化芸術関係者の声をよく聞きながら本事業で得られた知見も生かして引き続き必要な支援策について検討を行っていく考えでございます委員長藤井健三君 ぜひですね、多くの方々の声を聞いていただきたいと思います。また、あの経済産業省が行っておられます、j r o d ライブ、えー、コンテンツグローバル需要創出促進事業補助金でございますけれどこれについても、イベント主催者から、まあ、期待が高いという声がある一方で、やはりいろいろな方の話をお聞きしていると、コロナ禍によって延期中したものが再開されないと支援されない、そしてまた、あの確定検査に、ね、非常に手間がかかるという、 なかなかそういう状況でございまして、最終的な支払いまで到達したイベントは少ないという声も伺っているわけでございます。まあ、ぜひですね経済産業省におかれましても、イベント主催者にとって、より活用しやすい制度にしていただきたいと思いますがいかかでしょうか経済産業省、小笠原新官。 お答え申し上げますあの委員ご指摘の課題につきましては、当、ま、法、あ、としても大変重要な課題というふうに認識しております。あの新型コロナウイルスの感染拡大が続く中あの、事業者の皆様も引き続き厳しい状況にあり、本事業については、まあ、事業者の皆様がより使いやすいものとなるよう、今後とも現場の状況を丁寧に把握し、事業者の皆様とのコミュニケーションに一層努めてまいりたいというふうに考えております。なお補助金の支払いに関しましまては不正受給を防止する観点からからから申請者 しっかりと確認した上書類に不備がなければ、その後の生産払い請求書の提出から最短で10日後に調べることとしております。まあ、委員におかれましては、引き続きあの意見、ご意見、ご指導、よろしくお願い申し上げます藤末健三君、えー。ぜひですねあの、利用者の声を聞いて対応いただきたいと思います。で私、最後にこの全体的なことを総括して申し上げますと、やはりあのこの地方創生という意味で、この同人誌、 というのがこのこ漫画やアニメ、ゲームというもののですね、やっぱり裾野になっていると、でこの同時期という裾野があるからこそ、漫画が生まれ、そしては漫画がアニメになり、そして映画になり、ゲームになるというようなコンテンツの一つの流れができているというふうに思っています。で漫画はこのコミックだけで年間5000億円、そしてアニメは2兆円と年間売り上げになっています。そしてまたこのアニメから派生する、 オンラインゲームだけですけれどなんと4000億円という状況でございまして、この漫画が、同時誌から生まれた漫画がアニメになり、そしてゲームになり、映画になるという一つの流れが、バリューチェーンがつながっているのが日本でございます。そして同時に、この、まあ裾のの支える一番大きいも何かというと、やっぱり表現の自由でございまして、やはりあの漫画家の方の話を聞いてますと、まあ、韓国や中国からです、ね、そのアニメや漫画を描きたい若者が集まっていると。 でなぜかというと、やはり日本では自由な表現ができるから、海外からもです、ね、人が集まってくるんだということをです、ね、あの教えていただいております。まあ、ぜひです、ね、経済産業省におかれましてもその、まあ、同人誌に始まり、漫画、アニメ、ゲーム、映画と続くこの一連の流れをです、ね、見た、まあ、政策を、まあ、進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか小笠原新官 お答え申し上げますあの委員ご指摘のとおり、あのデジタル化、あるいはスマートフォンの登場により、まあ、コンテンツの流通における多元的な利用を行うなど、バリューチェーン全体の拡張に資する施策を実施していくことが重要というふうに考えております。あの経済産業省といたしましても、まあ、そうした認識のもと、コンテンツの制作交代の効率化に加えまして、まあ、その後の流通過程の変革に資するデジタル経営改革を支援しつつ、海外展開や新筆創出を含めた、中上規模の拡大促進を行っているところでございます。 進行を進めてまいりたいというふうに考えておりまぜひですね、これあの私今、今、鬼滅の矢部という映画がすごく流行っておりますが、見てるとやっぱり絵が浮世絵チックである、あとまたあのチャンバラみたいな日本のこの要素が入ってまして、やはり文化日本の文化をベースとしたものが、どん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 ,どんです、ね、海外に普及しているような状況でございますんで、ぜひこの日本の文化をベースとして、で表現の需要をベースとした 新しいこのコンテンツ産業を作っていることをお願いしまして、私の質問をさせていただきます。どううもありがとうございました もう。